岐阜県岐阜市にあるエグゼさんにやってきました。さあ、今日もですねおなじみ岐阜市にありますエグゼさんにやってまいりました。よろしくお願いします。お願いします。ね、またですね今回いい車が素晴らしい車が来たということでこちらです。ダン、ロールスロイスな、何ですか。ドーンですね。ドーンマンソリーですね。ドーン、ドーンはドーンなんですか。ドーンはドーンっていう名前なの。そう、ドーンっていう名前なんですね。そうなの。ドーンっていう、なんかゴーストとかいろいろあったけどこれはドーンなの。ドーンっていう。あ、でこれは売り物。売り物です。これな何年式の車ですか。2017年。あ、もう全然何年式わかんないね。2017年で、はい、新車で僕が頼んで、はい、自分が乗ろうと思って、はい、カスタム、真っ黒にカスタムして、はい、でまあお客さん欲しいって言ったんで、はい、あ、もう売って戻ってきた、へえ。これどういうお客さんの層の人が乗るの。ちなみに前はどんな人が乗ってるの。まあ美容関係。あ、美容関係ね、はい、儲かるんだ。そうですね。あ、そういう人が乗ってた。そうです、そうです、で、まあ、もうじゃあもういいよと、はい、でじゃあ戻ってきてまた売り物ですか。また売り物ですね。走行距離もめちゃくちゃ少ない、短いですからまだ。あ、なるほど。ちょっとですねもう、せっかくなんでこれちょっと試乗させてもらってもいいですか。はい、あ、売れてんだよね。売れてないです。あ、売れてないの。はい、あ、買おうかな。え、マキちゃんいい。じゃあいい、これちょっと岐阜の市内ちょっといいですか、はい、乗っても。はい、大丈夫ですよ。大丈夫、僕も一緒に。はい、はい、じゃあエンジンかけて、はい、トップ開けましょうか、はい、せっかくだから、はい、ね、オープンカーですよね。はい、はい、ちょっとお願いします。はい、あ、白なんだ。中が白と赤で。赤白、トップと合わせてるんだな、これ。そうですね。はい、そしておお、きた。屋根が、屋根が、うん、開き方はこれか。ロックとかないの。あ、後ろのドア、窓が開いて、まず屋根が、あ、後ろが開いて、はい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 、あ、いいねこれ。スムーズですよね、すごく速いし。あ、はいはいはい、窓はね、はいはい、こんな感じ。わかりました。それじゃちょっと柳瀬行く。じゃんじゃじゃーん、ロールスロイスの傘、ね、はい、いきます。今週の視聴者プレゼントあ、いいみたいだよこれ傘っていくらぐらいするのかね。これ、これいくらだった。10万ぐらい。10何万しますよ。本当高いです。納車するときにさ、これビニール傘に変えといてやればいいんだよな、これな。入らないですよ無理だな。これ飯食いに行ったら忘れれんな。これ忘れれないですね。オッケー、じゃあ行きましょうか。はい、はい、僕運転してもいい。はい、どうぞ。さあ、それではですねロールスロイスドーンね、ちょっと試材、今回これで試乗に行きます。でですね、これ遠いよね、これ、これ届かない、手がこうシートベルトなんかしたらこれ違うんですよ。ここにボタンがありまして閉まるんだな。それで助手席を例えば開けておいて、で例えばねこう横に来て、お、女の子の下とエスコートをしなきゃ、いちいち降りていかなくてもいい。もう一個ボタンがあるんだな、ドーン、これがドーンとか言っちゃってねさあ行きましょうか。バカなこと言ってるはずに、ドライブはコラボなので、この上ですね。あ、これ、はい、コラムもちっちゃくなったな。俺のリンカーもコラムだったけどな。それでは、ロールスロイスドーンの試乗に参ります。これマンソリーのマフラーですね。マンソリーのマフラーです。言うほどそんなうるさくないね。あんまりうるさすぎてもこういう車で、あ、逆に、あ、これディーラー車だからもう全部日本語なんですね。そうです、そうです、ね、もちろん平行だとやっぱ外、
英語とかになっちゃうな。いや、ロールスロイスの並行なんてないと思いますよ。今もない。今時、はい。ああ、そう。はい。昔と違う。そうですね、もうないですね。これで排気量いくつなんだっけ？排気量は 6.。ああ、大きいね、やっぱりね。はい、ちょっとあの岐阜の駅前ぐらいでちょっとナンパしますか、誰か聞いてみます。ナンパ、ナンパ目立ちすぎません、ね、目立ちすぎます。俺んち来ないってだけ。あれ、ま、数も少ないんだろうね。数も少ないですよ。オープンカーとクーペの割合ってどれぐらい？クーペの方がダントツ多い。もちろんだろうね。ダントツ多いです。10台に1台ぐらい。そうですね、そんなもんですね。10台に2台ぐらい、まあ1台2台ですよね、割合でいくと。人気です、めちゃくちゃ。オープンの方が？オープンが。へえ。まあでもこれがメインかっていうわけにもいかん。これそうです、ね、あくまでももう仕事じゃなくて遊びですね。そうですね。これ結構ローギアードで走るんだね。そうですね。ね、あの案外回転数上げようとか思ってないんだけど。これマンソリーになってなくて普通のノーマルのっていうのもあるんだよね、はい、あります。あー、ノーマルだといくらなの？同じもので同じ状態だったら1000万ぐらい違うの？いえいえ、そんな変わんないです。このこれのキットは、はい、どうですかね、まあ、ノーマルの状態です。3200万とか。新品で組もうと思うとこれでもやっぱり900万ぐらい。あ、かかるの？かかります。800万から900万ぐらい。マンソリーっていうのはどこドイツ？ドイツです。ドイツの、まあ、ドイツのメーカー、マンソリーとスイスもあるんですよ。へー。ポルシェのマンソリーとかはスイスのブランド。スイスのマンソリー、マンソリースイスですか。マンソリーは最初は何の車種から始まったの？ベントレー。ベントレーからじゃないですか。コンチネンタル GT。 まっすぐでいい。はい、コンチネンタル GT から。はい。この信号右行きましょうか。それこそドイツのブランドでいうとブラバスとか。あ、まあ、そっちの方が有名だったですもんね。まあ、ブラバスとかほぼベンツですけどね。ブラバスまたでも今人気なんですよ。はあ、はい、ベンツとかやるって言ってたの？そうです、そうです、そうです。ちょっと奇抜なことやってきてるんだ。やってきてます。あ、ボディキットもゲレンデあるじゃないですか、はいはいはい、あれでもワイドボディ組もうと思うと1000万ぐらい、1000万以上かかります。あ、ワイドボディがあるの？ブラバスで、はい。で、今、うん、それ作ってますから、また。あ、そうなの？完成したらまた来てもらってですね。あ、ゲレンデで。ゲレンデで。今の現行の G63 のフルブラバスっていうのを作ってますから。もうやっぱり行くところを選ぶよね、こんなのね。どこでもここでも置いとけんよね。開けて乗ることないっすけどね。本当？はい。俺ね、開けます。オープンカーは絶対開けて乗る。あ、そうですか。オープンカーって今まで持ったことなかったんだけど、はい、あのティファニーあるじゃん、はい、あのアメ車のあれ、はい、あれ絶対開けて乗る。もう雨以外は開けて乗る、どこ行くにも。もうそうですか。閉めて乗るの嫌。あのラングラーも、ラングラーも開けっぱなし。あれ骨みたいになっちゃうんですよね。骨みたいになってる。はい、骨みたいな。今日ね乗ってこようと思ったんだけど、はいはい、雨が降るかもしれないってやったから、あの今日ゴルフ行くときに乗ってかなかったなったの。乗ってこようやったけど、もういつもずっと開けっぱなしだから、もうまあそうだね、雪が降るぐらいまで開けてくる。あ、そうすか。そうそうそう、開けてなんぼだよね。オープンか。オープンもう横骨組みだもん。よくもうパイプしかないんだから。マジっすか、うん、あれはね、あれもう良さがあるから。元々の車が買えちゃうぐらいだよね。うん、まあ、でも G63 もだいぶ値段上がりましたからね。あ、そう。はい。これどっち入れる？
あ、向こうの店舗の方で。向こうの店舗の方で。はい、大丈夫です。はい。閉めてもいいんだね。そうです。はいはいはい。いやー、実際にこれ乗ってみるとすごいね。すごいですね。ねもうもうしょうがなく今日もうちのカメラマンを乗せましたけど、もう音声の村尾だったら乗せてないもんね。風呂入ってこいって。もう乗せれないですよ、この白の内装なんかね。ということでね、これ、ちなみに。だいたい小売ってどんなもんなんですか？3,780万。安いね。やめとこうか。はい。はあ。それとも結構問い合わせとかも多いんですか？いや、まだこれからってところじゃないですか。ああ、本当。これ見てるでしょ。おじいさん、あるよ。電話ちょうだい。いいよ、うん。なかなかいい車だよ。まあまあ。はい、はい、ということでね、今回、エグゼさんで、試乗させていただきました、ロールスロイスドーンのね、マンソリーということでね、はい、マンソリーです。お金ドーンと持ってこない。そしたら売ってあげないこともない。はい、でいいですか？はいはいはい、はい、停止性なのかどうよく分かりませんけど、ね。はい、ロールスロイスドーンでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。